史850年900年の中で、いろんなものを、まあ、1年の中で焼いてきた、大きな陶器を焼いてきたと思いますけれども、自分は子供の頃からそういったものを、釜跡でかけらとか、焼いた陶器を見て知ってます、けれども子供の頃にそれまでやってきたような一年中やりたくてこの道に入ったわけじゃなくて、何か違う今のものに今の時代に合うような一年がやりたいなということでこの道に入ったわけですので、これまでの一年それぞれ皆さんの思いは違うと思いますけど、自分は何か新しいこれからの時代に合うようなものをやりたくて、40年近くやってきたわけでございます。越前焼きだけでなくて、焼き物だけでもなく、工芸品全般に言えることが今までは和の世界だったと思うんですけれども、今はこの、住宅事情、今建っている家にしても和室がないような時代になってきています。そういったことで越前焼きも和の時代から洋に向けての洋風に合うような焼き物作りをやっていきたいなと思っています。一般的に使えるものというと洋の社会にも使えるような器、はい、そしてまた展示というか展示品となると、今までやった床の間に壺という感じだったものをやっぱし今壁関係が壁は床の間はなくても壁は多いということですので、壁にかけられるような焼き物作りを今後やりたいなという。あと、ちょっと質問させていただきたいんですが、職人と何て言うんですか芸術家っていう分類があると思うんですが、笠井さんはどういうふうに考えておりますかっていうことなんですが、もともとやりたくてやりだしたのは芸術性のあるもの、はい、造形的なものをやりたくて、この道に入ったんやけれども、それだけでははっきり言いまして生活というのができませんので、やっぱし器作りというものも大事だと。けれどもただ器だけに入ってくるとその中に取り入れるデザインというものが勉強してないということになると、ものが良くないということで、やっぱりそういったところから造形も勉強しデザインの勉強もしながら器の中へ逆に取り入れていくようなものを作っていくべきかなという思いです。ただ基本的に職人でありながら作家さんっていう感覚っていうことで考えさせてもらえば、どういった作家といって、技術的なないものが作家というわけにもいかんのでやっぱし陶芸家のものづくりというやるにしても、やっぱり伝統工芸である技術というものはしっかりと体に手に身につけてないものが陶芸家やなんてことは言えないんで、技術はしっかり身につけた職人というものをきちんとこなしながらその中で、一品もの造形的なものをやっていくというのが本当じゃないかなと。浅い人は浅い人なりに経験の浅い人はそれなりに面白いものもう自分が思ったことをいきなり作っていくと、結局慣れてくると、あ、ここはこの作り方は無理やな、これはこのデザインやと飲み口が悪いなとか、そういったところを少し勉強しだしてくると、だんだんこじんまりしたようなものになってくると思う。でまた長くやってると、数をそのものも、そこそこの数を作ろうとするもんやから、そういったという感じかな、荒削りのところを取ってもて慣れてくると綺麗なものになりすぎて面白くないというところが、だから陶芸祭りにはそういったベテランになった人が荒削りのところをやれればこれで一番いいんやけど、やっぱこの新人らしいものづくり、ベテランらしいものづくり、そういうふうにしてだんだんあった方がかえって、それは陶芸祭りでいうと店頭の場所によって場所というのか店頭の中が違うということで、見る側はそれで楽しいと思う。本当に言うと一人がそこまでやれば、それはちょっと難しい話で、慣れてきたら慣れてきた技術的な仕事を見せればいい。全焼きの場合はほとんどが一人か二人でやっている、少量生産で一品一品を作っているものですから、あまり大量的なものの考え方をされても困るというところもあるし、だから一品一品やから逆にそういった面白さも持っているところがあるので、産地によってそういった作り
作る体制という、うん、そんなのが違っているところがあるので、あのどこも一緒なようには多分見られてはいないと思うけど、もしそういう目で見られると、エージェンの場合ちょっとあのレベルというか規模がちっちゃいな、うん、ところなんで、そういったところがそういう対応でドーッと押しかけられても各工房が、収容人数が無理なんで対応にしきれないというところがあるので、そういったところも考えながら来ていただけるとありがたいなと。アピール、うん、そうよね、自分らも若い時からただろくろを引いて同じものを作る技術力も磨かないからし、あといってやっぱ将来のために10年経てば10年経った仕事、30年経てば30年経ったような仕事をしていくべきだと思うんで、そういったことの将来のための今の窯元、若い窯元の場合でいうと将来のための研究もしててほしいなという、特に釉薬の勉強なんかをもっとやっててほしいなということは思っています。あとすいませんが、理事長、この前黒越前っていうのを今一つ新しい、理事長の中での一つのブランドっていうとおかしいですが、そういうのをちょっとやられてきてますが、今そういうの方向性っていうのは今までの何て言うんですか、違うジャンルの色になってくると思うんですが、そういうのについてなんかその次ご意見とか、なんかそういうの商品についてとか、うん、やり方には簡単に言って3つ4つぐらいやり方が、いろいろなやり方があると思うんですけれども、うん、ただ還元、今までの一連やっと還元で焼けば茶色っぽく、こういった茶色っぽく焼けなかったもの、酸化で焼けばやや白くなった。そこへもう一種類黒く、鉄分が一定の土にはたくさん含んでいるので、それをさらに強還元で焼くことによって表面が黒くなるという焼き方が一つあるということで、そういったものを今黒越前という名前で出してみようと思ってやってるんで、それは焼き方の、だから焼き方だけでなしに加食の方法いろんなのあると思うんで、他の人なんかまたそれぞれまたそういったことで、違うネーミングつけながらやっていった方が面白いんじゃないかなという、ただ一連だけで同じ色の焼き方するよりは、もう一つ違う焼き方の研究、先ほど薬の研究もそれけども、焼き方の研究ももっとやっていった方が面白いようになってくるんじゃないかなと。